この際、小宮山康子君から関連質疑の申し出があります。村上君の持ち時間の範囲内でこれを許します。小宮山康子君。はい。小宮山君。生活の党、小宮山康子でございます。まず冒頭にこれを申し上げなければならないのは大変残念ではございますけれども、私たちは女性議員の有志におきまして、国田前政務官の辞任の関しまして、官邸への申し入れをさせていただくということをさせていただこうといたしました。昨日は残念ながら官邸に入ることもできず、本日朝委員会室の前で菅官房長官にこの申し入れの紙を渡すことになりました。大変そのような状況というのは残念でもございますし、またこの委員会におきましても柔道のメダリストが実験判決を受ける、そういった事件に関して、本当に女性への性暴力というものを私どもは許してはならない、そういった思いでおります。このことに関して、十分に政府、任命責任もございますので、説明していただきたいという思いで申し入れ、再度繰り返させていただきます。そして何よりもこの問題におきまして、また柔道メダリストに対して昨日の答弁にございましたが、総理からは女性に対する暴力は女性の人権に対する著しい侵害であり、決して許されないものとした上で、政府としても配偶者からの暴力やストーカー行為等の根絶に向けて積極に取り組んでいくと答弁で述べていらっしゃいます。私自身今回安倍総理がまた自民党の総裁として女性の議員を重責に、また今までの自民党の歴史にはなかったような役職につけられたということ、これは本当に女性としてこの決定権の中に入っていくということは念願でもあり、またその責任を私どもをしっかり負っていかなければならないという意味においては、この安倍総理の行動、言葉というのは大変心強く思っているところでもございます。残念ながら今回大変菅官房長官におかれましては非常に普段からは考えられないほどそっけない対応でございましたので、正直申し上げまして、総理がこれだけおっしゃって行動に移していらっしゃるのに水を差す、また胸を持たなくてはいけないような状況にもありました。ぜひこの点に関しましては、お考えをもう一度いただきたいと思いますとともに、また女性のその支援という意味において社会での活躍ができるその体制について答弁通告はしてございませんけれども、総理に今一度その思いというものを聞かせていただければと思います。菅内閣官房長官。徳田議員については政務官を辞退をしたい、その内容についてはどうだという話を聞いたときに女性の問題であると、しかし内容については相手方との約束があるので話すことができないということになってたと、そういうことでありました。で、徳田政務官を辞任、極めて残念だと思います。そしてそのことについて、皆さんからの申し入れということでありましたけれども、すでに政府を去っておりますので、私どもが徳田議員に関してのそうしたものをですね、受け取るべきではないというふうな判断をいたしました。小宮山康子君。改めて申し入れの内容をお読み直していただくことをお願いいたしまして、この問題をここまでさせていただきますが、ぜひ総理におきましてはやはり女性が沖縄でのこともございます。しっかりとこういった暴力から、また合意のない性犯罪というそういったものも含めまして、やはりしっかりと守っていただく、そういった日本国であっていただきたいと思いますので、引き続き、この問題女性の人権の問題でございます。この点に関しましては内閣におきましてもさらに重大に受け止めていただきますことをお願いいたします。よろしいでしょうか。うなずくこともないんですか。どなたに質問ですか。総理です。総理、はい、菅内閣官房長官。私が対応させていただきましたので、そうした申し入れの趣旨は受け止めさせていただきます。小宮山康子君。残念、総理にお答えいただけないのは大変女性政策を応援していただけると思っておりますのは残念でございます。またそういう意味においてはこの問題に関してはまだまだもう一
ちゃんと実行に移していただけるのかということ、ぜひ強く申し入れをさせていただきたいと思います。それでは、私ども生活の党におきましては、やはり原発はゼロにしていかなければならない。またこの点に関しましては、日本中、また世界におきましても、この方向に向かっているということは、合意をされているんだと思っております。その中において、今まで、政官業の一角が作られた安全神話というものは崩れ去り、今も情報開示などの信用回復というものはない。また、今晩もございますけれども、首相官邸前に集結される方々、この思い、そして不安、憤り、こういったものを私たちは真摯に受け止めなければならないと思います。震災を契機にエネルギーの需給体制やエネルギー政策への大幅な見直しというものを図られなければならないということは、皆様も同じ共通認識だと思います。特にこれまでのエネルギー政策は、通産省の下で取り組まれてまいりました。しかし、エネルギーの点検をするには、これだけでは足りないということも事実だと思っております。原子力無駄など大きい問題など大きくございますので、新エネルギー、再生可能エネルギーへの取り組みというのは大変重要かと思います。そこで、農水省においては補正予算において、小水力等再生可能エネルギー導入推進事業1億2000万円、地域バイオマス産業化推進事業など10億6400万円と、正直申し上げまして、経産省のエネルギー施策の額から見ますと、大変つつましやかな予算かとも思いますが、しかしここからすべては始まるんだとも考えております。早急に電力も農作物同様に地産地消の体制を取れるようにすることが重要と考えております。このような観点で今後、農水省としてエネルギー産業の強力な担いとなっていくよう、より具体的な目標作成を含め、どのように取り組んでいかれるのか、またどのような対策を取られていくのか、ご説明をいただければと思います。林農林水産大臣。大変温かいご質問いただきまして、ありがとうございました。農産漁村におきまして、再生可能エネルギーの導入を促進するということは、地域の活性化にもつながる取り組みとして大変重要であるというふうに考えております。このため農林水産省ではですね、今ご指摘のあったものも含めて、再生可能エネルギーの発電事業による収入を地域の農林漁業の発展に活用する取り組みとかですね、地域財の利用促進のための木質バイオマス利用施設の設備、こういうものを24年度の補正予算に盛り込んでおります。それから25年度予算には、地域のバイオマス活用の産業化等に必要な施設整備、それから今お話になりました小水力発電にかかる調査設計等予算を盛り込んでおるところであります。このような支援措置をはじめとして、地域の農林漁業の発展や農産漁村の活性化に資する再生可能エネルギーの導入を積極的に展開してまいりたいと思っております。委員長。小宮山君。ありがとうございます。エネルギーもぜひ地産地消にできるよう、この分野さらに研究そして実施も含めて、頑張っていただきたいと思います。さて、同じように経産省以外でもエネルギーの作るということはしております。これは国交省であります。官民連携による下水道資源有効利用促進制度検討委員会を設置し、有識者などまたさまざまな提言も取りまとめられていらっしゃいます。その中において、事業においては、下水道革新的技術実証実験事業などがあって、下水や下水汚泥等の資源エネルギー利用の効率化なども実際に始めさせていただいています。そしてまたもちろん下水道施設を使っての小水力発電ももう始まっております。私自身も東京都のでありますが視察に行かせていただきました。こういった分野、これもやはり地産地消でエネルギーが作れる、そういう意味では有望なものだと思いますし、また国交省においてはこれから日本の景気を上げるという意味においては、この分野に関してもさまざまな海外に技術の販売等できるかと思いますので、国交省においてもエネルギー産業の担いとなっていくようなより具体的な目標がございますか。その点に関しましてご説明と回答をお願いしたいと思います。太田国土交通大臣。小宮山委員には、大変ご努力をいただいていることを承知しております。ありがとうございます。下水道から発生する下水汚泥につきましては、ガス発電ということと固形燃料化が可能であると、2つの方向から、再生エネルギーとして極めて重要であるし、
また現実にそれが実用化できるというふうに思っているところです。現在全国で32団体39箇所でこれが実施をされておりまして、一層の導入が図られるよう努力をしたいというふうに思っています。また下水汚泥のエネルギー化に係るガイドラインの策定や低コスト高効率な技術の実証事業を実施しておりまして、さらに今後ともこうしたことについて努力をしていく決意でございます。また先ほどありました小水力につきましてもですね、これは国交省も関係をしておりまして、手続きの簡素化ということと、ここをやりたいというところがしっかりどこに相談していいかわからないということがありますもんですから、窓口をしっかり国交省の各事務所で行うということもさせていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。小宮君、後ほど伺いたいと思いますけれども、やはりインフラ整備というのは莫大なお金もかかるものでもあります。また下水道などは浄化ペ浄化層と農業集落採水など3省合わせてさまざまな議論もされています。しかしこれの効率よくやっていくこと、地方に、財政負担をさせないさまざまな問題点も含んでいるのも事実でございます。そしてこの問題に入る次に行く前に、もう一度ちょっとここは今朝大臣になるんでしょうか、また法務大臣かもしれませんけれども、通告はしておりませんけれども答えいただきたいと思います。まずはやはりこの情報開示という問題におきまして、先ほど葛西委員の時にございました、国会事故調の虚偽説明という問題、やはりこういったことがあるとやはり早くに原発をゼロにするべきであるという声ももちろんあります。そして多くの巨額を国は投じていることもあります。そして何よりも国会事故調、これは議会運営委員会の方でも話題になりました、議論になりましたけれども、国会で議論したこと、こういったものに従えないというか、おろそかにするということはやはり国会軽視なんではないか、さらなるこの点に関しまして注意を促していただけるのか、その点を確認をしたいということが一つ。もう一方、報道ベースになりますけれども、東電の吉田前所長の聴取記録を検察が押収をしたということで、政府の事故調査権は責任追及を目的としない事故調査のこの記録を捜査に使うという報道がございました。昨今警察におきましては冤罪問題であったり、調書の改ざんであったり、また調書の紛失、証拠物の紛失といったことがたびたび報道されています。この事故の現場にいた所長の資料というものは、今後私たちの日本がこの原子力を扱う中において大変重要な資料でもございます。ぜひこの分に関しまして、資料がきちんと保存されること、このことに関して、ぜひ守っていただけるという答えをいただければと思っております。よろしいでしょうか、お願いいたします。茂木経済産業大臣。小宮山委員からご指摘いただきました東京電力 の国会事故調への虚偽の説明の件でありますが、仮に東京電力が何らかの意図を持って、虚偽の説明をしたとすれば、断じて許されないことだと、このように考えております。昨日要請文書を受け取りましたので、昨日東京電力に対しまして事実関係を明らかにするよう指示し、報告を求めております。また今後現地調査などさらなるですね、調査が行われることになる場合には最大限協力するように東京電力に対して指導してまいりたいと思います。何ありますか。谷垣法務大臣。証拠書類の押収の件についてご質問がございました。私ども個別の事件の捜査どういうふうにしているかということは言及しないことにいたしております。捜査は適切に行われなければなりません。それは検察において適切に行っているというふうに私ども考えておりますし、私どもとしてもそこはきちっと監督してまいりたいと思っております。小宮山君、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。また今回大変大きな補正予算は巨額5兆円にも上る建設国債の発行、つまり将来の借金で成り立つ部分がございます。これだけ
されますと、過去の自民党政権でも日本の借金を膨らませてきた、その二の舞にならないかと多くの議員そして国民も心配になっているところでもございます。この中で多く見受けられる項目というのが防災、減災、復興の名目でございます。まあ、国交省と直轄の部分でも命と暮らしを守るインフラ再構築ということで6160億にもわたる予算の計上がされています。これだけかけてどれだけ防災になるのか現実的なことはしっかりとわからない。まあ、ぶっちゃけた話、どんぶりで提示をされてもこれが借金をしてまで本当に必要なのか、ここをぜひ具体的にこれをすることによってどのような効果が発揮されるのか簡潔にご説明いただけないでしょうか。太田国土交通大臣。予算の規模ということはかなりの規模になりまして、それが具体的に防災減災老朽化対策ということにきちっと納得できる形で、国民の皆様にご提示できるかどうかということが大事だと思っています。中身をしっかり吟味するということにしっかり心がけて今やっているところです。そこでですね、例えば具体的な予算計上ということの中で通学路の安全対策とかですね、そうした目に見える形もございますが、こうしたことについては例えばこの通学路の安全だけ時間がございませんので申し上げますと、緊急合同調査点検をさせていただきました。8161箇所を点検をいたしまして、そして必要というところが74483箇所と、こういうことできちっと点検調査しここに手を打つということを吟味させていただいているところでございます。小宮山君。ありがとうございます。私が県議会議員の時に通学路の問題がございまして、その言葉をつけると予算が取りやすいと随分と役所の方がおっしゃっていました。そんなことのないように、きちんと国民の納得できるようにしていただかなければならないと思いますので、これからもしっかりと注視をさせていただきたいと思います。最後になりますけれども、今回外交の問題におきまして中国ロシア、やはりこの問題に関しては領土の問題もございます。私ども超党派の議連、自民党では中川秀直先生が当時、また民主党では川端先生や森山代議士が熱心に取り組んでいらっしゃいました水循環基本法案というのがございます。これはやはり水の公共性という問題がありますし、また外国資本の水源の土地の買い取りという問題が大きくある。これは条例だけではもう済まされない問題になりかねません。やはりこの土地の公共性、日本の国土を守るという意味においても、やはりこういった、観点というものは大変重要かと思っております。今後総理におかれまして、やはり国土を守る、そしてそのためには領土問題や、そういった意味では領土に対しての教育というものも大変重要かと思います。ぜひその必要性、水という公共財について、総理のお考えを聞かせていただき最後にしたいと思います。安倍内閣総理大臣。水資源の確保や環境の保全の観点から、水の適正な利用を通じた健全な水循環を確保することが重要だと考えております。熱心に委員が取り組んでこられたことも承知をしております。ご指摘の水循環基本法に関しましては、超党派の国会議員の方々によって議論が重ねられて、法案提出に向けて検討が行われているというふうに承知をしております。政府としてはその議論を見守っていきたいとこのように思っております。小宮山君。私どももぜひしっかりと法案を出せるように準備をさせていただきたいということを伝えさせていただき、ぜひご一緒に、またしっかりとこの補正予算24年度25年の前出しも含んでおりますので、私どももさらに精査をさせていただき結論を出させていただきたいと思います。ありがとうございました。これにて村上君、小宮山君の質疑は終了いたしました。これをもちまして各会派一巡の基本的質疑は終了いたしました。次回は来たる12日午前9時から委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。